千葉県の本部長兼副幹事長であります山口の方からご挨拶させていただきたいと思います。皆さんこんにちは。日本第一党副幹事長兼千葉県本部長の山口貴子と申します。よろしくお願いします。この移民政策、例えばですね、埼玉県の川口市、ここで問題が本当に顕著に現れてます。皆さんもご存知の通りです。この移民問題、千葉県も他人事ではありません。昨年12月にですね、千葉県知事が多様性尊重条例というのを可決してしまいました。この多様性尊重条例っていうのは、単に LGBTS とか男女共同参画とか、そういったことだけの問題じゃなく、ここに多文化共生、この移民政策と密接に関係している多文化共生というのが含まれてるんです。この多文化共生によってどうなったか、埼玉県の川口市を見ればよくわかります。千葉県もああなってしまうことがですね、予測できるんですよ。だからこそ皆さんでですね、きちんと日本人として声を上げて断固反対するんだと声を上げていただくために、皆さんにお集まりいただきました。今日はですね、皆さんできっちり力いっぱい声を出してやっていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。千葉市内をご通行中の皆様、千葉県民の皆様、こちらは日本政府が推し進める移民政策に反対する日本第一党および日本国民有志のデモ隊です。日本の人口減少に伴い、外国から高度人材、技能実習生などと言葉を変え、移民を受け入れ、安い労働力でこき使う。結果、文化も歴史も生活習慣も違い、社会に溶け込もうとしない外国人による犯罪等が増え、日本人が迷惑を被っても声を上げればヘイトスピーチとして封じ込める。日本人の培ってきた伝統や文化や歴史を壊す移民受け入れ政策に断固反対します。出兵飛行。我々は移民政策に反対するぞ。日本国を崩壊させる移民政策に反対するぞ。移民政策に反対。